皆さん、こんにちは、アイエルタンです。よろしくお願いします。今日はネクストクラウドをレンタルサーバーのロリポップにインストールします。前回の動画ではオラクルクラウドのインスタンスにドッカーを使用してインストールしました。よろしければこちらも見てください。ネクストクラウドはドロップボックスやワンドライブなどと同じ使い方ができるので、皆さんもいかがでしょうか。それでは始めましょう。公式ページでネクストクラウドのサーバーをダウンロードします。動画ではダウンロードするファイルは ZIP 形式のアーカイブとしました。ファイルは回答せずにそのまま FTP などでアップロードします。アップロード先でファイルを展開するのですが、ぐちゃぐちゃになると困るので Windows で確認しておきます。フォルダ付きで圧縮されているので普通に展開しても大丈夫そうです。 VSCP で動画に示すディレクトリにアップロードします。このディレクトリでファイルを展開するとちょうどいい感じになります。ロリポップは最近始めたので調べたらこのような仕様でした。GMO グローバルサインの株主優待が廃止になったので WADAX を解約し、 GMO ペパボのロリポップに乗り換えました。こちらも株主優待を利用するとお得に使えます。次に SSH 接続をしてファイルを展開します。あまりよく見ていないので他にも最善な方法はあるかもしれません。 FTP のサーバー情報はアカウント情報に、 SSH に関してはサーバー管理にありますので、それらを入力すればログインできます。先ほどアップロードしたファイルがあるディレクトリに移動してファイルを回答します。ここで回答すれば動画のようなディレクトリの構造になります。後からこのネクストクラウドにアクセスできるようにブラウザで設定します。アップロードしたファイルは不要になりましたので削除します。ネクストクラウドは独自ドメインで運用します。人に見せるものではないので独自ドメインのサブドメインを作成します。公開フォルダにネクストクラウドと入力することでこのサブドメインにアクセスするとトップページが表示されます。 DNS の設定をしておかないとサブドメインは表示されませんので、ドメイン取得先で事前に設定をしておきます。またネクストクラウドはデータベースを必要とするのでデータベースも新規で作成しておきます。ユーザー名、データベース名、パスワードはネクストクラウドのインストール時に必要ですので控えておきます。無料で SSL の設定ができるようですので、こちらも有効にすることにしました。ここまででブラウザでアクセスする準備ができました。ネクストクラウドのインストール画面が表示されれば成功です。やりました。うまくいきました。ネクストクラウドにアクセスできるユーザー名とパスワードを新規で決めます。データベースは MySQL を選択後、先に作成したデータベース情報を入力します。最後の最後でエラーが発生しました。原因を調査しているとデータベースのホスト名が間違っていたようです。今度は進んでいるようなのでしばらく待ちます。動画は早送りしていますが、こんな画面が表示されていくと正常に進んでいると思います。ネクストクラウドはブラウザでも操作できますが、専用のクライアントソフトを自分のパソコンにインストールします。こちらも公式サイトでダウンロードできます。クライアントをインストールすることでドロップボックスと同じような使い方ができるようになります。ですのでネクストクラウドとクライアントを自宅や会社に導入することで効率が良くなると思います。インストール方法は簡単でダブルクリックすれば OK です。動画ではインストールオプションは特に気にすることはせず次へと進みました。インストール後に再起動するように言われましたのでそのようにしました。再起動してきました。インストール後の設定をしましょう。ネクストクラウドに紐付けた URL を入力します。ブラウザでユーザー認証をするようです。ここでは先ほど作成したネクストクラウドのアカウント情報を入力しますが、ユーザーを追加するなどして別のパソコンからでもアクセスできるようにする使い方が普通でしょう。
最初は NEXT クラウドのサーバーにあるサンプルファイルが自分のパソコンにダウンロードされ同期されました。エクスプローラでも視覚的に確認しやすいアイコンが確認できます。次はこの NEXT クラウドのフォルダにファイルを配置して動作確認してみます。ファイルサイズが比較的大きな動画ファイルを NEXT クラウドのフォルダにコピーしてみます。 Windows の右側にある通知領域に NEXT クラウドのアイコンがあるのでここから確認できます。 NEXT クラウドのサーバーが外部にありますが比較的早く同期できたようです。ここで重要なことを話しておきます。こちらの画面はオラクルクラウドに Docker を使用して NEXT クラウドを構築した画面です。こんな感じでブラウザによる操作でファイルのアップロードができます。一方こちらが先ほど作成したばかりのロリポップの画面です。同様にファイルのアップロードを試みます。アップロードに失敗します。ベーシックプランですがプランにより機能が違うのでこの限りではないかもしれません。原因を詳しく調査していませんが、ひとまずクライアントによる動作が確認できたのでこれでよしとしました。本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。